皆さんこんにちは、キリアです。シティーズスカイライン続きをプレイしていきたいと思います。さあ今回はこちらの労働者不足問題を解決するべく、このハチドリの地上絵の下の部分、この辺ですね、この辺にさらに道路を敷いていきましょう。ここから横に伸びる。ちょっとサイズ感が難しいから、下から行くか、下から描いていきましょうか。これでどうだ。ちょっとここの3番目の足はなんかもっとぷっくらした感じにしたいんですけど、それが難しいんですよね。この地上絵の手描き感が難しい。きっちりした感じだったらまだやりやすいんですが、なんかもうずっと同じ絵ばかり見続けていて、これが似ているのかどうかすらわからなくなってきた。真ん中がもうちょっと細い。こんな感じか。これだけ作るのに30分ぐらいかかった。さあそれで今度こっち側、右側の方も作っていきたいところですが、お金がもうない。ただこれ左右両方やらないとバランスもわかんないですもんね、これで合ってるのかどうか。なのでこれ融資受けましょう。このグローバルクレジット社、毎週の返済が254ドルで、それで6万ドル借りることができる。返済まで260周、およそ5年くらいのローン、これを借りましょう。さあこれで持ち金が6万ドルになった。そしてまたここからこの右側を作っていきます。どうだ、こんな感じですよね。もうちょっと指が長いか、全体的に指なのか何なのか分かんないですけど、これもうちょっと長めにした方がいいか。でそうなるとここがぶつかってしまうから、この角度を少し変えて、これでどうだ。中指というか、この真ん中の指がちょっと細いか。こんな感じでどうでしょうか。ちょっとここの角度がきつすぎる気がする。一番上のところだけちょっとだけ斜めになってるんですよね。その角度をつけるのが難しい。もしかしたらこんなところまでこだわる必要が求められていないような気もしていますが、これでどうなんだ。真ん中の指がもうちょっと細いかな。さあこれでどうでしょうか。若干線の角度とか長さ太さとか違うところもありますが、まあこれで大体同じ感じになったはず。ここまで来るまでにすでに今日の収録時間1時間経過しております。多分編集すると5分にも満たないところかと思いますが、相当時間かかりました。疲れた。さあこれでいよいよこちら居住区塗っていきましょう。
これもう右下のゲージも居住区が全然足りていないと出ていますから、ここはもう一気に塗ってしまいましょうか。ガーッと塗って、それであと、前にこの公園も建てられるようになったんですよね。あ、テニスコート。あれ？テニスコートなんて前あったっけ？これマップによって違うのかな？ただ今はお金がないので、こっちの安い公園を、ちょっとここら辺建てておきましょうか。こっちと、こっちに。よし。そしてもうそろそろ小学校も建てるか。このまんま教育を受けさせないでいるのも、もうずっとここの施設レベルも上がらないまんまですもんね。そしたら小学校どうするかな。右側の方が若干面積が多いからこっち側に作るか。ここに小学校を建てます。よし、これで時間ちょっと進めてみましょう。さあ、これでマイヤーが教育に注力、市民はこれに賛成。これここに小学校、あ、このマップ、ヨーロッパ風のマップではこんな感じの小学校なんですね。なんかこじんまりとした優しい感じの小学校となっています。周りの塀が生垣になっているのか。おっと、ちょっと待って、こっち側早速住民が移住してきたけど、あれ、電気は、電線は届いている、電力が全然足りない。そしたらここに風車を立てて、で減っていきますね。よし、さあこれでこの区画に家が建ち始めた。それであとこれどうするかな。地下道、ここに小学校があるので、この歩道橋を建ててもいいかなと思うんですけど、こっちとつなぐために。ただそうするとまたこの歩道橋があると地上絵が崩れてしまうので、これ地下にもできるんだ。地下に歩道を作れる。地下道を作れる。ただ、ここって、人も歩けるか。ここ普通の道路が地下に続いているだけだから、人も歩けるなら必要ないか。いや、でも危ないから。子供危ないから、地下道を作るか。ここから、こっちに行って、ちょっと待てよ。これって地下で伸ばしたら、歩道橋とぶつかるか。歩道橋じゃない、地下道と。で、ここの車道もこっちとつなげたいから、お金かかっちゃうけど、まずこの辺まで敷いて、そしてこっちの地下道を、あ、ダメですよね。ここで2段階、ちょっと画面じゃ見にくいですけど、2段階下げてこっちまで通らせる。そしてまた上がって、ここで上に戻ってくる。そしてまたここから地下に下がるのはギリギリのところにして、よし、これでいいでしょう。さあ、子供たちが通ってきてますね。生徒数が300分の235。そして今この子が、このブラッディ・ルイス君、この子が地下道に入って自転車に乗って地下道を進んでいます。地上へのこの部分をこっちに進んでいる。そして出てきました。よし、こういう道を作ってちゃんと使ってくれると嬉しいですね。おっと、施設がレベルアップ。十分な公共サービスや教育を提供することで地価が高くなれば、都市の施設はより高レベルの施設に発展します。ふむ、にも安い公園は作っておくかな。あれ、また足りないか。そろそろこちらの風力タービンではちょっと火力不足になってきた。
そしたらこの辺にも公園作りましょうか。こっちも地価を上げると施設レベルが上がるとなってますからね。で、こっちはこの公園が入らない。小さい遊び場、これなら入るか。ここに小さい公園を建てましょう。よし。この公園産業区画のそばなので木が赤くなってしまっていますが、ただまあ住民は喜んでくれている。さあ、こっちの足の下の方にも家が建ち始めてきましたね。この辺りに住民がやってきています。こうして見ると右側の方が発展しやすい感じなんですね。こっち側の方はあんまり人がやってこない。ここ排水が流れてるすぐそばだからとかそういう関係もあるのかな。文明が発展してきたのも川の近くですし、川が近い方がなんとなく人は住みやすいというイメージでしたけど、その川が汚い。ここの川は汚い。排水もう少し下の方にやればよかったかな。これは最初あれですよね。お金が足りなくって、それで、この水道管の距離を短くするために、おーっと、そこに置いたの、ということがありましたが、これで今急成長中の町になりました。人口2400人。これで交通、バス、タクシーができるようになって、そして新しい条例もできる。そしてここら辺の道路も使えるようになったわけですね。街路樹付きとか芝生付きはまだか。あ、そして風力タービン、改良型風力タービンが使えるようになった。あ、で、墓地。墓地も作らないといけなくなってきた。で、あとこれ。ちょっと待って。電力がまず足りない。そして水道、水はちょっとこれを予算を増やせばいいか。100にするかも。で、この改良型風力タービン、これ作りますか ?12000、建設費12000かかりますが、出力がもう段違い。2.5 倍。あれ?ただここ、あれか、風力タービン、改良型風力タービン全然発電量出せないぞ。ここら辺で13、14。この辺が最高か。こっちの上流の方に行くと、どんどん弱くなっていく。で、風が強いの、ここら辺風が強いんですが、この改良型風力タービンは水の上にしか作れない。こんなに弱いんだ。風力が弱い。この川の上は風力が弱い。そしたらしょうがない。こっちの風力タービンで。賄っていくしかないですね。さあ、これでここの人たちも電気水道が使えるようになった。これここの商業施設があんまり立っていかない。今産業施設がまた需要が足りない。バーのゲージが伸びてきていますけど、商業施設がなかなか建っていかないですね。そしてこの墓地。墓地はまあ死人が出てからでも、死人が出てからでもっていうとあれだけど、必要になってから建てても OK でしょう。そしてあと今度交通機関ですね。このバスと、あとタクシーを置けるようになったので、その辺やっていきますか。で、交通のことを考えるとさっきの、この地下。地下道をもう少しこっちまで伸ばして、そしてここからこっちの方に、こうして、こう立てる。よし。こんな感じ。これで現在お金が42000ドル。そして、1週間の収支がプラス1600ほど。これでなんとかなっている感じですね。こっちの汚れた川沿いにも家が建ち始めてきましたね。
これ移転するか、さすがにちょっとこれはかわいそうすぎる。これ建物の移転こっちの方にやって、あ、ちょっと待てよ、この後この地上絵的にはここからこうギザギザみたいな感じで尻尾が入るんですよね。その尻尾の一番長いのがこの辺に来るか、もしくはこう突き出て向こうの高速と接続したい、そんな予定でいますから、あんまりまたあの居住区となる場所と近すぎてもあれですけど、あ、それかこっち側にすればいいのか。そうですよね、右側この人が住む方じゃなくてこっちの左側の方にすればいいのか。あ、で待てよ、この電線電力がこうなっているからここら辺に作るか、ここからこっち側に移転してそれで電線も使わなくてもいい形にする、それで電力は供給されている。そしたらこのここへ水道管をこっちと伸ばす、でここの電線もつないで、あ、というかこれはもうこっちとつなげればここ全部削除しても大丈夫なのか。ただ電線って維持費はかかんないから、まあ別にいっか。なんとなく見栄えがあれだから。またお金に余裕が出てきたら、ここからこっちに繋いで、ここの電線は全部カットという、いや、いいか、今やっちゃうか。一回気にすると気になっちゃうから。それでこっちと繋いで、よし。これで OK でしょう。さあ、これで、今度こっちの方、この商業施設の方は裕福な顧客を引きつけることができれば施設レベルが上がる。裕福な顧客というとこれか、高密度。いやでもこっちも高級住宅地に発展しますと書かれているから、低密度の方もこれか、施設レベルを上げろということか。そうするとこれは教育が足りないか。より多くの市民が教育を受けると施設レベルが上がる。そうなるとやっぱり教育が必要になってくるか。で、また全員に教育を受けさせてしまうと、ここで工場で働く人がいなくなってしまうので、そうすると今度は区画ごとに教育を受けさせる場所と受けさせない場所で分けて使っていくしかない。そうしたら次回はもうその辺やっていきましょうか。今まで教育にはあんまり手をつけてこなかったわけですが、ここに小学校を一つ置いたので、今度はこっちの山の方、山手の方は教育を受ける人たち、そしてこっちの川沿い、この汚れた川沿いに住んでいる人は教育を受けずに、産業施設で働いてもらう人たちという感じで分けていくか。この右側が教育を受けた人たち、左側は教育を受けていない人たちという感じで住み分けて街を作っていくことにしましょうか。ちょっと手が長すぎたかな、これ。今思えばこの部分だけで見ると指というか手というかの長さいいんですけど、こっちと比べるとここの3本目のこの羽のこの辺ですもんね。この辺までしか長さがないんですが、もうこっちまで来ちゃっている。まあいいか。それであとバスなども使えるようになったので、子供たちは学校に通いやすく、そして大人たちはこっちの方へ働きやすくなるような、そんな交通網を整えていきたいと思います。ここの人手不足ももういつの間にか全部なくなってますね。よし、それではそんな感じで次回こちらやっていきましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が少しでもいいなと思っていただけましたら、チャンネル登録等よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。それでは。